こんにちは。今回はですね、王と皇帝の違いについてお話をしたいと思います。王が英訳でキングですね、皇帝が英訳でエンペラーでございますので、まあ歴史をいろいろとお話聞いてると、この違いをきちんと理解してないという話がややこしくなるので、まあうんちくとして知っておいていただいたらと思うんですけど、まあものすごく簡単に結論から先に言うと、王の中の王が皇帝です。キングの中のキングがエンペラーということですね。もうこれだけでこの動画おしまいぐらいなんですけど、まあ、あの詳細を知りたい方は続きもお聞きいただければと思うんですが、王っていうのがキングですね、が地方政権を従えている、その政権の中で一番偉い人のことですね。これヨーロッパで考え出された階級の名前ですね。で、そのキングをさらに複数のキングを従えている人が皇帝という考え方です。政権をたくさん、従えているさらに王が皇帝ということですね。ですのでヨーロッパで歴代に王、あの皇帝と呼ばれているエンペラーと呼ばれている人たちは、ナポレオンだったり、ジンギスカンだったり、ローマ皇帝だったり、そういったあの政権をいくつも従えている方に限ります。皇帝と呼ばれている人はね、エンペラーですね。で、先ほどからそのエンペラーって英語で言ってる理由がちゃんとあるんですけど、で話がややこしいのが中国と日本ですね。中国の皇帝と日本の天皇ですね。英訳エンペラーなんですけど、その今の定義だとちょっと微妙なんですね。中国の場合がすごく分かる、その微妙さが分かりやすいんですけど、中国を一個の文化圏として考えたらあれは皇帝じゃないですね。ヨーロッパの定義だと王です。なんですけど中国はですね、本当にあの北と南で日本の方言では説明できないほど言葉からして違ったりしますから、あれは文化が違う国を統一した国家なんだと考えれば、まあ、皇帝と呼ばれても仕方がないですね。だから例えばですけど、北京と南京で文化が違うと定義したら中国 の、 あの皇帝はエンペラーですし、いや一緒の文化圏じゃんって考えた場合はあれはキングです。なんですけど、たまたまあの大航海時代にですね、中国に渡ってきたヨーロッパ人があの皇帝の名称をエンペラーと訳しちゃったので、なので、中国の皇帝はエンペラーと訳されることになりました。で、同じく日本なんですけども、日本の天皇ですねがきちんと天皇って呼称を使い出したのは聖徳太子ぐらいの時代からじゃないかなと思います。だから推古天皇ですね。あの辺から推古天皇って呼称を使い出して、それまでは確か大君だったんじゃないかな、大王って書いて大君っていうお話、あの呼称を使ってると思いますので、で、当時その遣隋使でその隋の皇帝にこの手紙を送ったりとかしてた時に、あの辺ね、なんかちっちゃい王がいっぱいいたんですよ。蛮族の、あの海賊の王とか、あのルフィじゃないですよ、あの海賊の王とかいっぱいいてたんですけど、そういうちっこい王とかと同一視されたくなかったんでしょうね、日本の天、その王君が。で、かつその隋との対等になりたかったんだと思います、交渉上。まあ、その聖徳太子の手紙の内容にありありと現れてますね、はい、なので、そういう事情もあって、隋の皇帝と対等な呼称を持つために天皇を名乗り始めたっていうのが当時の事情でございましたので、でそれをじゃ あ、 あのエンペラーで訳すのかというと、まあ当時だと微妙ですよね。日本の天皇は一個の文化圏しか従えてないですから。ただあの太平洋戦争当時を考えると、一度領土がすごい広がった時のことを考えたら、確かに複数文化圏を従えてた時代がありますから、なのであの完全に矛盾はしてないということで、その中国の皇帝をエンペラーと訳してしまった都合上、まあ、日本の天皇もエンペラーと訳されてて、まあ、大きくは矛盾してないので、そのままエンペラーと呼ばれているというのが実際のところですね。ですので、あの中国の皇帝もそうですし、日本の天皇もあのその時の都合でその呼称を使い出して、それをあのヨーロッパの都合でエンペラーと訳されてしまっているというのが実際のところです。まあ、なんですけども、ざくっとお話ししたら、あの王の中の王が、皇帝、キングの中のキングがエンペラーですから、その解釈でおおよそ間違ってないと思います。今回はこの辺で。さよなら。